5シーコンでファイナルリュハグレモルタから装備されがちなドラッグハートウェポンランキング、カッコ時と場合によるからあんまり意味ない前編。1位、概要バーン。5コストの火のドラッグハートウェポン。このドラッグハートを、まあ、つけた時相手クリーチャー1体とバトル。しかもバトル中パワーがプラス3000される。流回条件は自分のクリーチャーがバトルに勝った時、それがそのターン中2回目のバトルであれば裏返りますと。無難に盤面処理。さらに概要バーンの効果でパワープラス3000。さらにモルト自身の効果でパワープラス3000。よってパワー12000でバトル。大体破壊できます。しかもターン中バトルに2回勝てば流回、つまり装備した時に1回、スピードアタッカーでぶん殴った時に2回、これであっという間に流回。ガイラ王、スピードアタッカーダブルブレイカー、各ターン初めて自分がアタックされた時、このクリーチャーとそのアタッククリーチャーをバトルさせても良い。仮に相手がトップでスピードアタッカーを引いてきても、最初の1回は安心保証サービス、アフターケアもバッチリ。ちなみにこの自分がアタックされた時の自分とはシールドまたはダイレクトアタックのことです。間違いやすいので注意しましょう。第2位、ボアロアクス。4コストの自然文明のドラッグハートウェポン。このウェポンを出した時またはアタックするとき、自然のコスト5以下のクリーチャーをマナからバトルゾーンにタダで出すことができる。流回条件はターン終了時に場のクリーチャーのコストの合計が20以上あればひっくり返します。デッキ次第ではあんなやつやこんなやつも出せますが、このデッキで言うとこんなやつやそんなやつが出てきます。おっと、昨日紹介し忘れてましたね。ファイナル流派グレンモルトのテキストの一番下には、このクリーチャーが出たときマナからデッドダムを出しても良いと書いてありました。しかもターン終了時に盤面のコストが20を超えていれば流回。デッドダムデッドダムザーディクリカグレンモルトで一瞬ですね。そして裏面のボアロパゴス。クリーチャーを自分の手札から召喚した時に、先ほどのマナからコスト5以下の自然出す効果が発動しますと。まあ、要はボアロアクスの何でも版です。まあ、この状況になってればね、おおむね勝ちでしょうね。第3位、ジュダイナ。4コストの自然のドラグハート。自分のターン中ドラゴンを1体自分のマナから召喚しても良い。ターンの終わりにドラゴンが3体以上あれば裏返してアンタップする。シンプル。手札がない時にとりあえず装備すれば、マナから追加のグレンモルトやザーディクリカを召喚可能。さらに注目すべきは流回条件。ザーディクリカ、ザーディクリカ、グレンモルト、はい、流回。裏面のザウルピはトリプルブレーカーで自分のシールドが1枚もなければ、自分は相手のクリーチャーのアタックを受けない。つまり、ダイレクトアタックを受けない。速攻デッキ終了のお知らせ。第4位、ディアボロス。このドラッグハートを出した時、クリーチャーを1体自分の墓地から手札に戻す。ターンの初めにクリーチャーを2体自分の手札から捨てても良い。そうしたら裏返してアンタップする。シンプル。ジュダイナの墓地版って感じですが、ドラゴンの制約もないので、例えばこの新ロストソウルも回収できちゃいます。一応ひっくり返るとこんな感じ。ディア地獄。アタックするとき、相手のクリーチャー1体選んで、そのクリーチャーのパワーを墓地にある闇のカード1枚につきマイナス1000みたいな感じなんですが、正直あんまり強くないですね。基本的に表面で装備してモルトが除去されたら真っ先に生贄になるイメージです。そんな感じで後編に続きます。すでに意味不明な数の選択肢ですが、これがあと4つ、なんなら構築次第で無限に増えていくので、まあ、震えてお待ちください。ちなみにそれぞれの相場がこんな感じです。そりゃみんな任天堂スイッチ買うか。